はい、ママが作ったくまちゃんの初出勤です。今ここで遊び相手の子供たちを待っています。双子チャンネル。11月29日日曜日。今日はほとんど撮れておりません。今日はというか最近で、いやー、あれですね、ベビーサックルか。ちょっとやっぱりちっちゃくなってきたので、どうにかベビーサックルなしで頑張ろうとしているものの、まあ一人が家事やって一人が見ててだとなかなか撮影できず、連日こんなありさまです。でも電池入ってる？電池も入ってるでしょ。電池？あ、電源電源。うん。急にやめる気。頑張れ。できそうでできないな。難しい。うん、刺さりそうなんだけどな。うん、惜しいな。できそうなんだけどな。いや、できましたね。どうにかできました。できましたよ。そんな近くで撮っちゃうとアラがアラがいいじゃないですか。これ初めてですね。そうですね、くまちゃんやりたいこと初めてですね。くまちゃん初めてですよね。やっぱりまあちょっとね、ママが言う通りアラがありますけど、でも可愛いよ。ありがとう。あ、言っちゃった。ちっちゃいよね。そうね、ちっちゃい。手のひらサイズだね。7センチとか80センチぐらい。あ、いっちゃった。あ、いっちゃった。ごめん、いっちゃった。もちゃん。はい。ねえ。これはどういう予定なんですか？え、どういう予定でな？双子分作ったりとかするんですか？あ、どうしよう。作る？まあでもとりあえずね、他にもやることありますから。そうなんです。まあ、またママの裁縫技術が少し上がったようなことを感じさせてくれるクマちゃんでした。本当ですか。バイバイ。バイバイ。お部屋をイメージチェンジしました。はい、荷物をね、ちょっと子供たちから取れるようにしてあります。少しでもね、これで楽しんでくれればいいんですけど、ちょっとテレビとの距離が近づいたのは難点ですけど、うん、うん、まあね、ちょっとテレビもね、そこまで長時間使ってることがないので、基本我が家は子供たちは E テレとかしか見てませんから。お前パンツ脱げてるだろ。ちょっとふーじゃないよ、ふーじゃ。はい、ママが作ったくまちゃんの初出勤です。今ここで遊び相手の子供たちを待っています。来ませんね。切なくなっちゃう。さっきもちょっと興味示してたんですけどね。さっきまで人気者だったんだけど、もう視界に入ってないから。レッドさん、なんかもう100円ショップのカードの表面のビリビリに破れてますね。ちょっと危ないですね。もうちょっと興味持てる、ここ行きましょうか。ここない。あ、来たー。あ、かわいいでしょう。これ誰が作ったか分かりますか？ママです。かわいい。よく置けたね。持っていきますか。置いてきますか。かわいい。器用に置くね、あなた。ね、
かわいいね。仲良くしてあげてね。ね。君たち先輩だから。いいね。かわいいね。このハンドメイド感がいいですね。恥ずかしすぎるわ。あ、グリーンに捕まった。よいしょ。はいはいはい。厳しい目で見てる。すっごい真剣な目で見てる。本当。ディズニーに比べて法制がなっちゃったみたいな。ああそんな。あれ？ぶつけられた。あれ？ああ、なんかチップと並んでるよ。